最後の質問は、なんだ、この中で可愛い仕草をする人は誰？可愛い仕草、ね、決めた。はい、決めました。決めました。はい、いきます、せーの。ちょっと待って。ルカさん、自分、小原さんもルカさん、はい、で私は青さん、あ、同じく小原さん、私はみゆちゃんです。お、一番可愛くないじゃん。まあいいよ。おお、ばらけた、ばらけましたね。じゃあ小賀さんから聞いてきますか。わしから、みゆちゃんはなんて言うんだろう、小動物的な、ちょっと動物的な可愛い感じがあるんですよ。あ、なるほど。なんか、狙ってない可愛さ。あ、あさこない。そうそう、なんか、なんて言うんだろう、その、あさこ素でやってるなっていう、なんかたまに、なんて言うんだろう、なんか、なんでもない時にすごい隣にちょこって座ってきたりとか、なんかちょっと、不意にこう、なんだろう、それをピッて引っ張ってくれたりとか、とか、なんかこう、不意に、なんだろう、なんか肩に顔ちょんって乗せてくれたりとか、ずっと言ってんじゃん。いいでしょ、ファンの皆さん。確かに。そうなんですよ、すごい、すごい可愛いなと思って、全部自然にやってるから小悪魔です。でもそれだけ青ちゃんがさ、青ちゃんに気を許してるってことなんじゃない？うん、そこが誰にでもやってるわけじゃないじゃん。そこが分かるからまたまたキュンとする。あ、猫みたいね。そうそう、猫が、なんか言ってるのみたいな。あ、よしよしよしみたいな、なんてなるんです。そう言われたトニタは小川さん、いやでもちょっと私も今青さんが言ってたやつをそのまま返すじゃないけど、ちょっと似てて、はい、なんか青さんも他の現場、かぐや以外の現場で会った時とかにちょっと一人でいたりとかするとちょこんってこうさりげなく座ってきてくれたりとか、あとめっちゃ目を見て話してくれるんですよ。考えてみてください、この大きいね、キラキラした目でこっちを見てくるんですよ。ほら、ココちゃん超うなずいてるけど、かわいいなって。でもみゆちゃんの目は見たくなりません？何の嫌いなのかな？目の褒め合いやめてもらって。両思いなのかな？でもなんか僕もその動き的な意味で、なんか小川さんってなんかミーアキャットみたいだな。そう。なんか一個一個の動きがちょっとピュッと速くて、そう可愛いんですよ。それもちょっと動物的だなと思って。なるほどね、言われればそうかもしれない。っていう感じですけど、で小原さんは古川さん。そうですね、なんかやっぱこの作品をやっていく上で一番共にこう活動してるのは小川葵ちゃんだから、真っ先に彼女とは思ったんですけど、はい、やっぱ言い過ぎたせいか、なんかもう彼女は可愛いというところから突き抜けてしまった。もう可愛くね。なんだろう、飽きられてる。何もしなくても飽きないで、うるさい。今喋ってるから何もしなくてももう存在は可愛いじゃないですか、だけどそこを予想つかない動きをするところがやっぱ他の役者さんにはない部分なのかなって思うから、それはすごい彼女の個性だなって自分の中で今整理したんですよ。ってなった時に、じゃあ可愛い動きっていうと私は古川さんのバッて浮かんで、何してる俺、自分で入れてるじゃないですか。いや俺はなんか妙な動きをたまにするなって自分で思うから、それです。その妙な動きが可愛い。あ、なんか、いや、かっこいい時はやっぱ、あの年齢の中で一番トップっていうのもあって、やっぱここぞっていう時は決めてくださるんですよ、ね、だから我々も後ろからこうよしって言ってついていけるんですけど、なんかふとした瞬間に自分の予想だにしてなかったことが起きると結構小顔葵と似たような動きをする時バグり出すってこと。ミーアキャッツ、ミーアキャッツです。なるほどなるほど。じゃあその時になんか、あ、男性だけど、あ、可愛いっていう風に思う瞬間がある、うん、でそこをなんかわざとやってるんじゃないっていうのが分かるから、うんうんうん、そこがまたいいのかなって。だし笑顔もね、可愛らしいですね、古川さんは。目がなくなる感じがね、可愛らしい、可愛い、可愛い。そう言われてますが、自らで投票しました、古川さんは。どうですか？いや、妙な動きをするなと思ったのと、うん、なんかね、可愛いって他人に言いづらいこの陰キャ感ね。まあ確かに、ね、まず僕か女性陣だったら多分女性陣の方が可愛いけれども、まあそりゃそうよ、そこで、ね、それは嘘つきたくないもんね。そうそうね、で女性に言えるとちょっと気恥ずかしい、いやちょっとね恥ずかしいなと思っちゃうからね、自分と思ったんだけど、そもそもなんかちょけてる部分がそういう風に見えてる可能性があるなっていうところもあって
ってこうしたんだけど、まあでもこの話でなんとなく分かったことがありますね皆さん。いいですか、可愛いというのはあざとくない、ちょこんとしてる、たまに顔のっけてくるの3個があればいきます。いいですか皆さん。勉強になった。これがこれぞかぐや式かわいい。かわいいでございます。でございますね。2022年かわいくなりたかったら富田美優を見ろ。やめてください。そういうことでございます。真似しないでくださいね。肩に顔乗せてみな。やめてくださいね。